そうですね。やっぱりでもこの1年はそうだな、なんかこれはお話し会を今回のシングルは完売とかを目指さずに頑張りたいって最初言った時はなんか何に対しても順番がついてしまうことがすごく嫌に感じて、まあこれは結構前も感じたことがあったんですけど、なんか何をするのも順番があってみたいなのがどうしても、そういう思いを感じてないふりをしてっていうか気づかないふりをして無視してた、その自分の気持ちに気づかないふりをしてずっとやってたのが、やっぱり定期的に一気にブワーンって爆発をする時があるんですけど、なんかちょうどそういう時で、なんかすごい全部が嫌になってしまって本気で STU を卒業しようとしてました。なのでなんか私的にはもう10月いっぱいで卒業するつもりだったので、10月のお話し会しかおすすめしてなかったんですよなんかいっぱい来てくださいって言って全部お話し会やらないのになんか買ってくださいって言うのもすごい嫌だったので、その時は言ってなかったんですけど、ちゃんとやめずに頑張ろうって決めたのは昨日ですねまだなんか家族ではやめないっていう方向になったけど、自分の気持ち的には全然納得がいってなかったり整理ができてなかったりして、結局昨日までダラダラ今日を話すためにちゃんと昨日を決めようって思って、昨日を自分で決断しました。なので決断しましたって卒業する人みたいな言い方しちゃったんですけど、結構卒業するときは匂わせてって言われたから、私的には結構ショールームとかでいろいろ匂わせてたんですけど結局卒業しないという決断になったので、お話し会も頑張ろうって思いましたそう、なんでやめようって思ったかっていうと、なんでだろうな。なんか言葉にすると難しいんですけど、すごい、これでも私の思い違いっていうか被害妄想っていうか、私がそう感じてしまったっていう話なんですけど、なんか自分は STU に必要ない存在なんだっていうのは結構ずっと昔から思ってて必要はないよなっていうのはずっと思ってたんですけど、
なんか最近特に運営さんと話したりする中で、あ、どうでもいいって思われてるんだなって自分がそう思い込んでしまったのが大きな原因でした。そう、多分そんなわけないんですけどそういうそんなわけないとは思うんですけど、なんか選抜じゃない人ってやっぱり選抜の人のポジションを覚えて、何ポジも何ポジも覚えてってするのが、まあ、当たり前だし、自分たちもそれでチャンスをもらってるからありがたい話なんですけど、なんかリハの時になっても、まあ、例えば今とか1期生17人とかで16人用の立ち位置表はあるけど、じゃあ1人プラスされたら立ち位置この人の分ないよねってなったりするぐらいの、なんか前回の打ち上げ祭とかそういう時って、今1期生はなんか16人と、昔はバックダンサーみたいな感じだったんですけど、今人数が少ないのでなんか全員でなんかやってるんですけど、なんかそういう時もなんか立ち位置表が、立ち位置がもともと用意されてないとか、なんかほんと些細なことでそういうのが積み重なって、なんかあ、もういいんだなって思ったりとかしちゃって、そう、とか、まあ今後っていうかこれからのことも考えて、あの2期生が昇格して、まあ、選抜とかに入って、まあ、そこに関しては、なんか悔しくないわけじゃないけど、なんかそこは特になんかこれ選抜じゃないからやめたいとかそういうのじゃないんですけど、多分これからそれこそスタジオとミニスタジオが合体したりっていうのが発表されたりとかして、多分どんどん2期生と1期生で混合でやる機会が増えていくと思うんですけど、なんかじゃあそうしたら私がせっかく、まあ私が大好きなステージに立つ機会もまた減るだろうなって思って、なんか私はライブが好きなのでパフォーマンスが好きで入ってきたので、なんか今はすごい寂しいけど1期生の人数も減ってきて、公演とかに出れる回数は増えたんですよ。だけどやっぱ2期生も今ほんと人数が減っちゃって、17人とかで公演回していくのは結構本当に大変なこと、17人は嘘かな、今何人だろう、17人か、そう17人で公演回すのは本当に大変だから、2期生も今後は多分一緒にやったりとかそういうことが増えていくんだと思うんですけど、じゃあそうなったら自分の出れるライブの回数とかそういうのは必然的に減っていくだろうなっていうのも考えて、じゃあ前派はもうやめようかなって思ってましたまあなんかいろんな本当小さいことの積み重ねが結果的に自分に大きな負担になってしまって、
なんかこれがあったからっていう大きなものではなくって、もう本当に小さな小さなものが、多分1年目とか2年目だったら耐えれてたこともこう積み重なって大きくなりすぎてしまって、自分一人じゃ抱えきれなくなったので、もう限界だなって感じました。今年16歳は、そう、やっぱり自分的にはなんだろうなんだろう、お腹が鳴っちゃった自分的にはライブも本当に好きだし、いろいろやりたいこともあるけど、やっぱそれもできないし、なんかそういう常にストレスを感じながら生活してきたので、なんかめっちゃ 100% ずっと頑張り続けられてない、もうずっと 40% ぐらいでずっとやってきたから、多分ファンの皆さんも満足させられるような活動にできてないし、でもそれで自分もストレスになるしみたいな、もう全部が負の連鎖になってしまって、でも今までも何度かもうやめようって思ったことはあったんですけど、本当にやめようって思ってました。もう運営の人にも話して、メンバーにも話してて、何人かなあちゃんにも相談したりして、もう自分的にはもう本当にやめるつもりだったんですよこんなにたくさん悩んだのは初めてだったんですけど、結果的に家族がすごい止めてくれて高校卒業するまで頑張ろうみたいな今話になってて、まあ、高校卒業までじゃあもう本当に頑張って、それでもダメだった時はまた考えようみたいな話になりました。今まででも自分はなんか本当に全部を悪い方向に考えすぎてて、完璧じゃなきゃいけないとか、なんか思って、アイドルだからこうしなきゃいけないとかそういうのがありすぎて、なんか多分ショールームとか普通なんですけど、ツイッターもなんか決まったような文章しか上げないとか、ブログも普通になんかちょっとラフな感じで上げられないとか、なんかそういうのに縛られすぎて、で逆に上げる頻度がとかなったりして、なんかそれもダメだってなってもうダンスもできなくて、歌も中途半端で、なんかメールの数とかブログの数とか SNS の更新頻度とかもろもろ含めても全然できてないし、なんか完璧主義なくせに全然やらないみたいな
もう全部が本当にマイナスになりすぎて、本当に良くない考え方とか、全部マイナスになってました。っていうか多分それはもう一生続いていくことなんだろうなって思いましたけど、なんかそういうのも含めてあまりなんかこうしなきゃいけないとかああしなきゃいけないっていう自分の中のなんかすごい囚われたガチって固められてしまったようなイメージとかそういうのをいい意味で壊して、もっと気楽に楽しくやってみようってもう一回自分にチャンスを与えようかなって思ったので、自分ももうちょっと続けることにしました。そうなのでお話し会もどうせ続けるんだったらやっぱり前回皆さんがすごい頑張ってくださって、まあ今回の部数は増えてないけど絶対前回のお話し会の結果とかって絶対に良かったし、多分運営の人も見てくれてるんじゃないかなって思ったので、今回もまた皆さんと頑張れたらいいなって思いました。そうだから多分私のショールームもいつも見てくださったりとかしてくれる方は多分私が匂わせようと思ってたので、多分空気感とかそういうので多分気づいてたんじゃないかなって思うんですけど、結果的にまだ頑張ろうっていう決断に至ったので気持ちを切り替えて頑張ろうと思います。のでよかったらぜひ今日の6時から受付が始まりました。オンラインお話し会ぜひ来てください。やっぱりメンバーはすごい止めてくれたりねなんかしてたし、なんか本当に自分が全然ダメでっていう本当に全部マイナスな気持ちだったので、メンバーがすごい悲しんでくれたりとかして、あなんか自分にもこうやって泣いてくれたりする人がいるんだなって思って嬉しかった。でもやっぱりこうやって誕生日にこうやって配信で来てくれてコメントしてくれたりとか、誕生日おめでとうってツイートしてくれたりとか、どっかで見てくれてる皆さんがやっぱいるとちょっと卒業できないなぁと思いました。西山さんありがとう。なんかあまり悩みとか嫌なことを家族は特に人に言わないタイプっていうか主義の人間なので、なんか全てを一人で抱えすぎて多分なんか何ヶ月間に一回こうバーンってなっちゃう時があるので、今後はちょっと周りの人にもうちょっと頼って見ようかなっていうのと、気楽になんか楽しく
アイドル活動をしたい。なんかせっかくずっとなりたかったアイドルになれたのに、何もできんつに選抜にも入れないまま終わってしまうのは確かにめっちゃ悔しいなって思ったので、卒業いつになるか分かりませんけどとりあえず高校卒業まで本当に一生懸命頑張って、なんか高校卒業までに結果が出なかったりしたらその時はまた考えようかなって思ってますなのでそれまでは一生懸命頑張る、でそこで結果が出たりとか自分が心からアイドルを楽しめた、楽しいって思ったらまだ続けるおは芸能界に残るなとかね、まあその時また考えようかなって思ってます。実は私が今回の辞めたい期の時は本当にこれから芸能活動する気が本当に一個もなくて、なのでなんかもう一回自分にチャンスを与えられたのでマジで頑張りたいと思いますそう、皆さんが、いやなんか本当に皆さんにかける言葉は本当になんかごめんなさいしか思い浮かばない、いつもなんか本当に何も皆さんにはできてない、なんか応援してもらってるだけで何も返せてないから、なんか応援してくれてありがとうっていう気持ちよりはもう本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいなので、なんかこれからっていうか17歳はもう本当にちゃんといつもありがとうって次の誕生日に言えたらいいなって思いますなんかこんな私をね応援してくださる皆さんは何者なんでしょうかね本当に不思議な方々に出会いました、ありがとうございます。17歳ですが、17歳はこれからの人生を変えるためにマイナス思考ではなくてプラス思考に変えて楽しくアイドル活動をやりたいと思います。特にマイナスだったこの1年なので、気持ち的にはなんか本当にそんなことでイラッとくるって思うことでもなんかカチンってきたりとかイラッときたりとかマイナスになったりしすぎてたぐらい本当にしすぎて、なんかもうそんなことっていうことでなんかすぐ怒って、なんか
めっちゃ運営さんとかにも迷惑をかけたので17歳からは皆さんにもまあいろんないつも支えてくれる皆さんに恩返しをしていきたいと思いました。はい、なので17歳も何卒よろしくお願いします。17歳はっていうか10月に皆さんに嬉しいお知らせもありますので、それも楽しみに待っててくれたら嬉しいです。